ウェストミンスター寺院は、イギリスのロンドンウェストミンスターにある、イングランド国教会の教会、聖ペテロ修道教会。大冠式などの王室行事が執り行われ、内部の壁と床には、歴代の王や女王、政治家などが多数埋葬されている。墓地としてはすでに満杯状態で、新たに埋葬するスペースは、もはやなくなっている。国会議事堂が隣接している。 ウィリアム1世以来、エドワード5世、エドワード8世を除くすべてのイギリスの歴代の王が、エドワードザンゲ王の礼拝室で、戴冠式を行っている。この部屋にはかつてスコットランドから持ち帰られた、スコットランド王権を象徴するスクーンの石が、はめ込まれた、戴冠式用の玉座があったが、スクーンの石は1996年に、スコットランドに返還された。 イギリス中世の大規模なゴシック建築である。11世紀にエドワード・ザン・エオンが建設し、1066年以降、英国国王の戴冠式が行われている。1245年、ヘンリー三世により、フランスの建築家を招き、フランスのゴシック建築に習って、改装を始めた。14世紀末までに、おおよそ完成するが、墓所の増築や、西側正面部分、 当など20世紀に至るまで長期間にわたり、時代によって様々な様式で増改築されている。1987年、ユネスコの世界遺産に登録。多くの学校や職場で使用されている、修行、修行のチャイムの音階は、同時院のために1927年に作曲された、ウェストミンスターの鐘が元となっている。13世紀から18世紀のイギリスの王は、 リチャード3世以来数人を除き、ほぼこの寺院に埋葬されている。エリザベス1世やスコットランド女王のメアリー・スチュアートも含まれる。詩人のコーナーと呼ばれているが、これは詩人が多く埋葬されていることによる。ただ詩人ではない著名人も埋葬されている。ウェストミンスター宮殿や聖マーガレット教会と共に登録されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。